もう朝かな。風が気持ちいいな。そろそろ起きるか。え？は？え？なんでここにいるの？穏やか村だよ。伝説の木の下で。いるの自分だけ。頭が、誰かに殴られた。記憶が飛んでいる。元から記憶がないのにさらに記憶が。ややこしい。でも何とか思い出そう。ポケモンになってた悪魔タを倒してるのを覚えてる。それでピカチュウが消えた。そこで消えた。ミュウと出会った。おう、そうだ。ミュウが出会って、ミュウと一緒にしばらく生活をして、何があったのか思い出せない。一体何が？え？どういうこと？え、なにこっからそうだったの？え？なに急に。超展開すぎるんですけど。あ、どうも、モッティです。よろしくお願いします。なんか、なんだ？なんかよくわかんねえな。どこ行ったらいいんだろう。ああ、やっぱこっち？ああ、痛い頭が、もう完全に俺だよね。偏 頭痛持ちの。そうだ、ミュウは？そうだ。ミュウは急に具合が悪くなって、倒れ込んで、死んだ。え、マジで。え、ワイワイタウン、なんで、な、え、な、な、なんでここにいんだよ、だから。死んだの？死んだわけじゃないの？ちょ、なんかアイテムちょうだい？ じゃあ、急がないと。急がないとじゃないのかよ。復活の種と睡眠の枝をしっかりいただいていく。でね、あれなんだよね、確か。結構前回のパートかなんかで、ちょっと無駄死に何個かしちゃったんだよね。ただの種3つになってる。瞬足くぼみ、罠見え。罠見えなんかいつの間にゲットしてたんだ。場所替えは欲しいっすよね。こんなもんかな。はい。じゃあ行きますか、ワイワイタウンに。え、いいの？行って。なんか言っちゃいけなかったの？あ、直行便。直行便。んで、話変える もう買い物しかしてねえじゃねえかよ、みたいなね。復活の種はもらっておく。プチ復活ももらっとこうか。はい。多いですね。だいぶ復活税が増えてきた。復活税は別にいいか、持ってれば。なんか開けたり閉めたりしてたけど。ミュウ！大丈夫か、ミュウ！東京ミュウミュウ、あれ、いない。東京ミュウミュウがいない。なんとかダッチャーだっけ、なんだっけ忘れた。どうして？東京ミュウミュウとか何十年前だよ。ずっと寝込んでいるわけではないんですが、たまにこうして具合が悪くなるんですよね。何かわかりますか？ミュウがこうだったのはダークマターの影響だ。ダークマターはすべて消滅したわけではなく、ミュウの中にその一部が残っている。吸収したからな！受け入れたんだよ！そうだよ。穏やか村へ行きたい行きたい。そうだ。大きな木のある丘の景色を見ればミュウも元気になるかなと思って、そして穏やか村へ。わ、すごい綺麗なところだね。え？神隠し。気づくといつの間にかミュウがいなくなって。わあ！そうか。そこで自分も何かに殴られて、大きな木のある丘に行って気を失って、で、なんでミュウがここにいたのかよくわからない。モッティ！クシート電流！モッティ、ミュウは？一緒にいたんじゃないんですか？いなくなっちゃった。え？穏やか村で？実は先ほど調査団にこんな手紙が届いたんです。手紙？なんだ。ダークマターを駆逐せよ。そうでないと世界はまたあの悪夢に包まれる。これより浄化の洞窟にてミュウを消滅させる。そうすることで世界の平和を守られるのだ。よって調査団は我慢されたし。よし、我慢しよう。いや、そんなことわけにはいかないでしょ。もしかしてミュウは、この手紙に書いた主にさらわれたんでしょうか？ミュウが、浄化の洞窟には魂を沈める力がある。きっとその力を利用してミュウを消滅させるんじゃ。ミュウが、ミュウ消滅。ダークマターを何とかしなければと気持ちはわかります。ただ、それでも、どんな理由があろうともミュウを消すなんて、そんなことはさせてはいけません！天竜、モッティは浄化の洞窟に急いでください。私はこれから調査団の皆さんを集めます。モッティ早く！はい。ちょっと珍しく電流がガチな顔していた。ドゥ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 
行くぜ、浄化の洞窟に。うわー、で、浄化の洞窟ってどこだよ。浄化の洞窟ってやった、復活の種が一個買える。お金型なんだと、なんだと、復活の種の方が大事だと思うから復活の種を買う。そのために道具を売る。道具は何を売ったらいいんだ、わからない。プチ復活とかがある。瞬速玉爆睡とかがある。売れそうなのがないから諦める。で、どうしたらいいんだよ。で、どこだよ、浄化の洞窟って。あー、いけるのね。行きましょう。お、俺はもうフルメンバーで行きましょうよ、せっかくですから。ポケモン名じゃなくてレベル順。あ、ちゃんと海竜さん持ってける。海竜と、マンダ、マンダでいい。マンダでいいか。マンダの方がいいか。マンダ以外ないか。ラプラス。ま、マンダでいいべ。ま、マンダでいいべ。どうせそんな氷タイプの技ガンガン飛んでこない。大丈夫、大丈夫、大丈夫。はい。行きましょう。さあ、浄化の洞窟。何回まであるんでしょうね。まあ、とりあえず、連携はできない。あ、連携できた、連携できた。波動、暴風。まあ、延期場でいいか。全然変わってないけど。あ！竜巻、プレッシャーで PP が下がる、上がらない。やばいんじゃない？それ、俺死ぬやつなんじゃない？それやつ、死ぬやつなんじゃない？はい、なんか、ああ、強い、怪獣強い、怪獣強い。で、威力アップ X を使う。威力アップ X かよくわかってないんだよね、結局。どれぐらいの効力があるのか。はい、行きましょう。いや、いいな。この2匹を従えていく。強そう。踏み込み、プチューカ強い。踏み込みは2マスと、さっき強くね？これ、海竜でしょ。これ強いわ。もうこんなんさせたらもう止まらないぞ、海竜、マジで。最強ポケモン。今んとこ最強ポケモンだからな。ランクルス、さあ、じゃあの。はい。はい。素振りをしていく。素振りをしていく。虫穴が来たら倒す。虫穴が来たら倒す。よし。何も来ない。よし。これ、右側にありそうだな。波動を、こう、暴風届くってことでしょ、要は、海流の。届かないの？届かねえんじゃん。届かねえんじゃん。届かねえんじゃん。おまじないとかされちゃったんじゃん。催眠術効かないんじゃん。次のターンに戻るんじゃん。なんかよくは、PP が操られてるよ。なんで？なんで？ゲイズ。ちょ、待って、当たって。ちょ、そこ当たって。ちょ、完全にゲイズ状態入ってたんだけど、今。やばくない？怖っ。ちょ、マジでね、この、ポケダンにもゲイズがいるか。あ、ゲイズっていうのは、混乱でひたすら自分が操られて、いろんなアイテム食わされたり、なんか適当にやられて、いつの間にか死んでるっていう、おなじみの、試練系最悪ポケモン。あ、ポケモンじゃないわ。試練系と、やつの中で。あー、ドンカラスが覚醒を拾っている！やばいぞ。ドンカラスに覚醒を拾われたら、俺はもう死んでしまう。痛い。危ない。ネオニクスとか強そうだから、俺引いた方がよかった。はい。まあね。本当にゲイズは多分試練系のゲームをやってる人でゲイズが好きな人はいないでしょうっていうレベルでみんなゲイズ嫌いだから。それぐらいもう、強。それぐらいみんな嫌いですからね。なんか拾った、何玉拾ったんですか。で、なんだっけ、誰だっけ、え、な、誰だっけ、誰が覚醒拾ったって言ってたっけ。はい。まあ別に覚醒なくてもいいですけどね、全然ね。まあ、動画的にはでもメガ進化したいじゃんっていう、それだけの話なんですけど。よいしょ、はい、頑張って。やっちゃって、行っちゃって、なんとかだかんとかです。来たなぁ、お前だなぁ、覚醒を持っているのは間違いない。当たらない、痛い、強い、弱い、誰の技も当たらない。はい、ドラゴンテールさよなら。来た。はい、覚醒はめる。え、まだいいでしょ、まだいいでしょ。そんな、先は長いからね。そんな、こんなタイミングでメガ進化見せないよ。メガ進化は CM の後で、この動画の最後にお送りします。
ですね。いや、引っ張りましょう。やっぱね、動画はね、やっぱ長く、1分でも長く見てもらった方がいいと思うんで、ぜひともね、一番最後にね、最後の最後にね、じゃあちょっと皆さんにね、ご紹介したいなと思いますんでね、ぜひともね、メガ進化が見たい方はね、あれですよ、シークバー飛ばそうとか、今ちょっと思ったでしょ、残念だったな。本当に俺が一番最後にやるとでも、そういうね、性格がいい人間じゃないなんて、もう皆さんね、もう僕の性格は分かりきっているはず。そう、つまり、ということでね、じゃあまあ続きからやっていきたいんですけど、ちょっとゲイズはマジで怖いんで、ちょっといやー、グロスがいる、デンジフユー。ちょ、それ届く、使うし、入力した方向が。はい。いやー、それ入るの？やばくない？はい。いやー、死んだ、それ。使う。ありがとう。死んだ、強い。操ってるのに当たっている。強い、飛んでった。よくわかんない。死ねの月、強い、死んだ。終わった。ちょっと待って、もう何もできなかったんだけど。これがゲイズですよ、要は。これがゲイズの、すごいうざいところ。本当に何もできずに、本当にそのまま死んでいくからね。はい、睡眠、はい。はい、で、さっさと倒してね。はい、先行きましょう。なんか、すごい平たくなってるね。うん。まあ、こういうのもね、しっかり見せる。要は、こういうことが、ゲイズの、いやらしいとこっていうか、ね、好かれてないところですよっていう、こういうね、こう、ちょっとこう、ローグライク、経験者がね、こう、語る、なんかそういう何がし、ちょっとお願い。よろしく。じゃあ、辻切り強い。ちょ、ドラテ当てて。ドラテ確かに当たりにくいのはわかるけど、当たりにくいのはわかるけど、ナイス。はい。一回ステージしましょう。はい。で、泡とかちょっと打っとくと、警戒できるけど何もいない。本当に何もいなくなっちゃってる。で、ここに何かがある。何がある？威力アップは使う。で、下に行く。階段がある。何かを拾うゴローンの石。なんか部屋が広いだけでしたね。そろそろ使おうかな、メガ進化。そろそろ使っちゃおうかな。連携上手は使わずにはめときましょうか。そろそろ使、まあでもまだ使わないかな。一歩引く。再起光線当たる。はい。ちょさ、そこの、そのなんか、ほう、あれがわかんない。まあでもいけるべ。はい、竜巻。はい、からの、はい、ドラゴンテール。はい、さよなら。もうね。もう大丈夫っすよ。パッ。いいね。階段早いね。いいよ。階段いいの、すごいいいよ。これ何回までだろう？多分10回ぐらいまでなんで、まあ、なんか9回ぐらいで使っちゃおうかな。はい。特殊ダメージは効きにくいけど、物理はめっちゃ効く。ウェザボー。バイバニやばくね？バイバニやばい。バイバニ強い。死ぬか、これ。ちょ、当たるね。混乱してんのに。ごめん。ちょっと、危ねえ雪なだれ油汚れに連携をですね。あ、電磁風やばい。はい、頑張れ。ナイスパンチ。メタルクローチ当たらない。ちょ、なんで俺、あ、ちょ、危ねえやだ、死にたくない。死にたくない。ああ、HP 回復技がない。死んだくない。麻痺とかいらない。死んだくない。はめない。麻痺らないからなぜなら、まずなら。ちょ、アイテム下。ちょっと、俺、くぼみ、くれんのみ、くれんのみじゃない。くれんのみじゃない。死ぬバーン、睡眠サイドラバイバーイ。はい、死んでください。はい、竜巻強い。はい、起きるヒルム。はい、ドラゴンテール強い。PP がゼロになる強い。ドラゴンテールね、あれなんだよね。どっか吹っ飛んでっちゃうから、要はそれをなくしたいがために、すごいさ、外で子供泣いてるんだけど。やばいんだけど。めちゃめちゃ大声で泣いてんだけど、子供が。すげえな、あいつどんだけ声でかいんだよ。やばいだろ。あ、マンダがいる。マンダ強そう。マンダ強そう。大丈夫か？
怒り。怒った、チャージビーム。チャージビームで怒、ちょ、ラピス、消された。威圧感は、使っとこうかな。ガンガン使っとこう。子供の頃ね、確かにね、家の鍵閉められて、めっちゃ泣いた記憶とかあるわ。ね、あれ、意地悪だよね。すごいさ、怖いよね。でもさ、今になって思うけどさ、本当にそれでさ、と、マジで閉めっぱなしにしてる親っていないよね。もう悪い子なんだから、絶対にもう、開けませんとか言って、反省しなさいって。まあ、さ、本当にあれ開けなかったらどうなるんだろうね。あ、やべ、プテラ強い。ちょ、プテラ強い。さすがにそんな親はいねえってか。そんななんか、ブレーとはまたちょっと違う。やばい。雪なだれ強いし、なんか攻撃してこないんだけど。我慢の限界、そんなこと知らない。雪なだれ使ってたじゃん、今。お、急に我慢してんの、お前。なんなんだよ。挑発、おう、するよ。攻撃技しか出さねえよ。怒って。はい。なんだよ。あ、金塊。キラキラ床掘ったポケモンが待ち伏せしていた。なんじゃそりゃ。初めて聞いたんだが。あー、連携出せねえわ。ピピねえから。ピピ回復しましょうか。はい。怒った。怒りそんな強いのかな？なんかあんまりね、普通の怒りが全く強いイメージないから。怒りそのものが強いイメージがまるで湧かないんだけど。まあ行きましょうか。下。右、上。あ、泣き止んだわ。何ほら、かかってこいや。お、どうだ、かかってこいや、おら。どっか行った。広。はい。まあね、良い子にしてましょうね。みんなこの動画見てる人たちね。ちゃんとね、親の言うことは聞く。うん、親の言うことはしっかり聞いて、しっかりね、こう生きていきましょう。ね。意外とね、まともな親だったらね、まともなことを教えてくれるから。まともな親じゃなかったらまともなことは教えてくれないけど。なんだそれ。でもね、あれよ、なんか特にね、ちょっとここ最近ね、これちょっと言っていいのかな？どうなんだろうな？ちょっと聞いた話なんですけど。聞いた話なんだけど、やばいぞ、ちょっとそう、聞いた話はちょっと後ほどだ。ちょっと後ほどで置いときましょうか。ですね。どっか行こうかな。ランクとりあえず縛っときましょうか。ランク縛っといて、原始の力とかちょっとやばそうなんですけど、大丈夫か。竜巻ドラって原始の舞をされないことだけを祈りたいんだけど、なんかこれは、でもまあ、連携しちゃえば、はい、倒しちゃって、で、騙し打ちで、まあ、いけるべ。ぐらい、ちょ、当たらないのはちょっとナンセンス。怒り砂かけ。ちょ、真下にあれがあるんですけど、ナイス、オッケー。で、踏んで、で、まあ、連携使って、あ、すごい、マンダキヨ、それ。当たってない、それ。キヨじゃない、全然。よし。で、使う。はい、お待たせしました。ね、あ、お待たせじゃないです。もう、全然話進まねえ。あー、全然話が進まないんじゃー。サイキネシスが強いんじゃー。強いんじゃー。睡眠。はい。あー、月ピカとかしてくる感じ。あー、ちょ、それずるい。え、これ、やばくない？ちょ、目覚めちゃったんだけど。ちょ、ただ、海竜が HP そんなないから、あんま連携したくない。あ、でも、ちょ、間違えたし、連携ができてないから、スイミング、フルで、連携をする。連携できない。あ、このタイミングで連携できない。わー、じゃあもう海竜にボコボコにしてもらう。いやー。頑張れ。やれ。やれ。ナイス。
あ、ちょっとことでね、ちょっと話の、あ、死ぬそれ、あ、死んだ、あ。まずいですね。押すわ。いや、いけるべ。あー、それ死んだ、それ死んだ。ちょっとだからさ、バイバニーは強いから、ちょっとずるいから、マジで。竜巻当てて。よし。怖。怖すぎ。ちょっとそろそろね、ちょっと話をしたいんですけど、なんか最近、YouTuber になりたい子たちがほんと増えてるらしいんだよ。誰の影響だか知らねえけど。あのね、YouTuber になりたくて、学校行かねえとか言うね。もうね、バカみたいな考えをね、持ってるお子ちゃまがね、多いんですよ。ね。一言で言いましょうか。あなたがね、学校行かないでね、YouTuber になれるほどね、そんなね、世の中は甘くないですよ。いやー待って、それはないわ、それはないわ、マジでおかしいって。お前全然そんな無理で決まってんじゃん。そんな絶対もう復活のタイムなくなったでしょこれ。うわー、マジでないわ、マジで全然。だってどこに見え、どこにも、誰も多分誰も気づいてなかったでしょ今の動画。バイバンニーがそこにいるって、ちょふざけんなよマジで。レートビーム強すぎなんだけど。木の針、これ復活タネなくなったでしょこれ。なくなりました。復活の種。きつー。ちゃんだけ復活の種あったのに。ちょ、PP 回復しとこう。はい。いやー、後ろ。これはもう PP 回復でいいですね。ちょ、それがね、なんとね、ちょっと待ってね。あ、PP 回復ね。はい。その弾が、俺知ってるんですよ。その弾、あれですか？みんな復活弾ですか？それ。よし。いやー、当たらない。威張る。あー、海流に威張るとか。マジ、甘えだわ。甘えにも程がある。いってぇ。はい。落ちた。よし。ほら、光の玉でしょ。光の玉を使っちゃうか。ちょっと初めて使うわ、光の玉。通過いまーす。よいしょ。あ、便利。めっちゃ便利だわ。さすが、明かりの巻物。そう、あのね、よろしくないっすよ、マジで。あのね、大学生とかになってからね、全然 YouTuber なんてできるから。そう。高校生とかね、中学生の時はね、ちゃんとね、学校で青春を送った方がいいですよ。真面目に。すごい突拍子もないところからよくわかんないこと言ってますけど、多分全然わかんない人からすると、まあ、そういうことですね。要はそういうことですよ。モッティの言うことは信じとけ。あ、これはめよう。言うて僕、この業界長いですからね。今日の業界って何様だよ、マジで。お前、首にマフラーとか巻いちゃってんじゃねえの、調子乗って、とか。いや、あのね、僕も確かに高校生の頃からやってるんですよ、こういうインターネット配信的な何がしって。ただ僕が高校生の頃って、本当に日本にインターネット配信ができたタイミングなんだよ。マジで。だから、やってても、誰にも何にも言われなかった以前に、誰も何にも分かんなかったのよ。え、何インターネット配信ってっていう、そういうレベルの話だったのよ。で、大人の 99% は、インターネット配信なんじゃそれみたいな。インターネットあれだろ ?2 チャンネルの怖いところだろみたいな。そういうレベルだったんですよ。だから、なんか適当に、あ、ほ、やばい。炎の行き場強そう。なんか適当になったんだけど、最近って結構さ、まあやっぱもうインターネットも普及してきたし、まあね、いろんなこうネット配信もニコ生だって YouTube だってさ、割とこう老若男女みんな知ってるじゃないですか、なんだかんだ。まあ見てるかどうかは別としてね。やっぱそういう状況の中で、そういうのでまあなんか生活してる人がいるっていうのがまあ日常会話にちょろっと出てくると、やっぱそういうのに関してこう夢憧れる人たちって増えてくると思うんですよ、実際問題。でもね、なんだかんだね、そういうので、そういうのやるのはすごい簡単だよ。やるのは簡単。だから、やる、ちょっと体験してみますみたいなのがいいとは思うんですけど、ちょ、ゲイツ怖いんで逃げますよ。なんですけど、言うてね、それでね、生活しようとか、そんな甘い考えを捨てた方がいいですよ。よっぽどの覚悟がない限りね。これ何回まで続くのさ、浄化の洞窟って。なくないですか？ 12 回で終わる気満々だったんですけど、僕今。まあ話して締めたんですけど。怖い。でも、それだけでも普及してきたってことだよね。なんかね、感慨深いんだよ。だからそう考えると、僕相当もう10年ぐらいになりますけど、ネット配信やり続けて。すごいよね。当時なんて、だってあれですからね、ゲーム配信はおろか、いわゆるそのなんだろうな、
そう。いやー、氷の牙をこう、回避する、ボーマンダさんめっちゃかっこいい。なんかこう、雑談配信とかで、よくこう、後ろに BGM、歌詞のさ、あ、歌手の曲とか、かけたりする人とか、時たまいるじゃないですか。ああいうのやったら、インターネット繋がらなくなった時代ですからね。言ってもわかんないでしょ。なんかこう、いわゆる、なんだろうな、動画とかで、こう、ちょっと BGM 的な感じで、こう、SE とかポンと入れるとか、まあ、あるじゃないですか。あるじゃないですか。僕もまあ、YouTube の動画ではそれ入れてないんですけど、まあ、理由は置いといて、うん、やってないんだけど、そういうのやったら、インターネットが止められて、プロバイダーに連絡が行って、ブラックリストに乗るっていう、そういう時代で、あまりにもひどいようだと、ジャスラックか、レコード会社から連絡が来て、うん、百万円請求されるみたいな、そういう時代でしたからね。信じられないでしょ。時代はね、結構変わってるんですよ。だからそういう意味で。割とだからそういうので、あ、こういうのがあるんだっていうのが、知名度が広がったことにより、なんかそういう、こう、のがある程度寛容になっていく。で、だんだん寛容になっていったからこそ、やばい、不意打ちされまくったら死ぬし、なんでそんな急所当たってんのかわかんない。強運だからか。なるほどな。寝させようか。睡眠で足りるか大丈夫か。マンダの、あー、俺の実持ってる。いつの間にか。よし、ボコレ。容赦なくボコレ。あー、PP なくなる。そう。なんかそういうちょっと昔話的なことをね、ちょっとまあ、話してしまいましたが。まだあるのー？これ多分じゃあ10、あ、もうこの回で、俺多分次であれだと思うんで、ここ一回切りましょう。ここで。これで次のパート行きましょう。はい。さあ次回、なんと、ミュウがピカチュウになる！お楽しみに！なんだそれ。